サムライマック、ケチャップ、マスタード、オニオン、ピクルス、ソース、トマト。で、増量されたやつはこういうシールが貼られるの。多分これが全部増量されたってことでしょ。増量されたバーガーはこうやってなんかシール貼られるの。あー、匿名の方、アダスやったー、5個やったー。そうそう、ポテト頼むときに揚げたてとか言うと、うわうわ、すごっ、見てこのソースの量。しょうがない、これ延長するか。あー、匿名の方やったー、5個レンチャン、あれちゃレンチャンやったー、匿名のレンチャンレンチャン、あれちゃレンチャンやったー。見てください、このソースの量。こっちの紙にもこんなついてる。ソースが増量されてるから。うまっ。サムライマック、これなんてやつだか、なんだろう、これベーコントマトなんとかみたいなやつかな。あ、ソースがすげえ、うわうまっ、味濃い。うん、ソースとか全部増量してるから味がマジで濃い、超味濃い、うまっ。もう僕味濃いの好きだからね。ちなみにだけどヒカキンも味濃いの好きなのよ。ヒカキンも味が濃いのが好きだって言ってた、 YouTube の動画で。いただきどうも。うん、いや超味濃い、びっくりするぐらい味濃いぞこれ。このサムライマックのやつめちゃめちゃ味濃いな。飲み物は、まあ、氷なしとかはできるんじゃない？超味濃い、これ。うん。こんばんは、マックで何が一番好きですか？やっぱチーズつけるかな。まあ期間限定だけどね。やっぱマックで一番好きなのは月見バーガーって人多いんじゃない。俺はチーズ月見ですね。今日も国税の話してくれ。だって。だって別に国税の話ってもさ、新しいもうなんか展開がないじゃん。ふわっちの人たちが例えば国税入ったとか、新しい展開ないから、もう別にある程度話し終わったしな。ちょっと前に琴葉ちゃんがさ、税金問題あったようにさ、なんか雑談たぬきのさ、国税にロックオンされる配信者すれがすげえ盛り上がってたのに、もう新しい展開ないから一気にかそったじゃん、あのサイト。あのサイトでね、あれはすげえね。うん、どこのマックですか、どこのマックですかってどういうこと。マックはマックでしょ、そんな何々店とかまで知りたいか。
芸術チームの味濃いのうまい。確かにうまそうだね。一回も同僚したことないや、それは。あと、なんだっけ、カツバーガーみたいになかった。なんかさ、期間限定な気がするんだけど、なんか、トンカツみたいなのが入ってるバーガーなかった。トンカツではないか。カツバーガーみたいなやつ。チキンタツタではないかな。なんだろう。あ、グラコロだ。グラコロ。グラコロだよ。カツではなかったけど、まあ、揚げ物つながりで。俺、毎回思ってたの、グラコロも超うまいけどさ、俺、味濃いの好きだし、グラコロのさ、ソースがさ、もっとあったから絶対うまいと俺、ずっと昔から思ってたの。だから俺、グラコロを食べるために、一回俺、ソース持ってったことあるのよ。今日、グラコロ買おうと思って。で、ソースゼロしたから絶対うまいと思って。で、自分でブルドックのソース持ってってかけたら、やっぱりうまさ倍増したからね。ソースたっぷりつけたら。でもさ、グラコロも多分ソース増量してくれるのよ。そんなことしなくても多分マックで。でも俺その、マックの無料でソースとかそういうのを増量してくれるの知らなかったから、その時。うん。その時知らんかったから。初見です、どうも。うん。いや、多分、グラコロもソースとか絶対増量してくれるでしょ。いや、グラコロはマジそうよ。ソース増量したらマジでぶっ飛ぶぐらい、うまさ倍増するよ、マジで。うん。ちょっとだってあれ、ソース少ないじゃん、あれ。グラコロはね、いつも言ってて欲しいよね。月見バーガーとグラコロってマジで鉄板でうまいじゃん。でも期間限定じゃん。新作でハワイのバーガー出る。そうなんや。てかこれ太るわ。マックうまいよね。やばい、なんかお腹いっぱいになっちゃった。もう一個フィレオフィッシュあるんだけど。28日からハワイバーガー出るんだ。もうすぐじゃないですか。やばい、お腹いっぱいになってきた。食べれるかな。